こんにちは。今日はマイクロトランスフォーマーからグランドシェイカーを紹介しようと思います。この巨大な装甲車、何に変形するんでしょうか。見てみましょう。まずはマイクロを取り出しましょう。彼ももちろんトランスフォーマーなので変形します。トランスフォーム。ジェットパトロールチームのメンバーとして日本では発売されてますが、このカラーリングのマイクロトランスフォーマーは日本では残念ながらリリースされませんでした。そしてグランドシェイカー本体、こちらは日本でも出てるのですけども、先ほど言いました通り彼から黒と赤の車に変更されて、ガンランナーという名前に変更されてます。それでは変形やってみましょう。まずは地上を取ります。こちらもお願いします。そして後部、この黄色のライン、ここから90度、そしてこの赤い部分、これが立ち上がります。これでパネルが出来上がりですね。そしてこの分割ライン、ここからガバッガバッと変形されます。そして一旦この銃をスライドさせます。僕がこのトイで一番気に入ったのはここです。ここの変形がすごいんですよ。まずはバーを立てます。そして変形、なんとバーを固定することでヘリポートになるんですね。そして余剰パーツになってるタラップ、これをセット、こちらにもセット、先ほど外した銃、これも 5mm ジョイントが入っているので、こういったところにセットしましょう。さらにこの銃も外すことができるので、こういうところにもはめることができます。先ほどのマイクロトランスフォーマー、もう一度ロボットに戻しましょう。彼をここにピンがあるので当てることができます。迎え撃て。キッチン遊びがワイドに広がる、すっごくいいおもちゃです。以上です。